はははい皆さんこんこにちは村でです今日もうスタジオワンの動画なんていっぱい作ってあるんですけれどもまあでも皆さんもやってみててわかるんですけれども使ってるって言ってもですね本当に10%ぐらいも使ってない DAW ってやっぱり奥が深いというかですねそんな感じの チップスについてお話をしたいと思います、まあ、スタジオワンといえどもです、ね、スタジオワン以外の人でもあそれそうだったんかと思うこともあると思います一度見てみてください今日1個目のお話はです、ね、トラックにメロディーをコピーしたけれども全然違うようになってしまったというお話ですこういう方もたくさんおられるんではないでしょうか 例えば、ここにですね、半音ずつドレミファソラシド、まあ、シャープも含めてですね、ピューッとこう上がっています。それ2回繰り返してるんですよね。下のドから上のドまで、こんな風に音があります。これをですね、コピーして、他のトラックに持っていきましょう。オルトを押しながら、ここへ持っていくんですよね。これを見たら、え何これ 何これチン百景というね、テレビの番組がありますが、もうそれに近いですよね。なんでこんなことなるのと思われる方もたくさんおられると思うんですね。まあ、スタジオワンを新規に起動した時に、こんな風になる人はいないと思うんですが、いろいろコードのこととかを触ってたら、こういう風になるんです。何が原因かと言いましたら、 ここにあるトラックですね。今選択したトラックがにに従ううといななってるからなんです。スタジオワンの場合コードに従うとやっておけばここのところにドミソの和音を入れてあるだけで4つともですよ4小節ともにドミソの和音を入れてあるだけでここは勝手に Am になったり F になったり G になったりしてくれます。ここでこでの パラレルというのをオフにするとはい元に戻りましたもちろん普通はコピーしたらこうなってほしいんですけれどももしこうならない時がありましたらですねここを疑ってくださいほとんどがこれが原因だと思われます今日の1個目はこんな話でした2つ目このように c a マイナー f g となっているんですけれどもまあこれが もっとたくさんあるとしましょう。コントロール c のはい、ここへ持ってきて、コントロール v ちょっとずれましたね。ちょっと戻しましょう。はい、こんな風に長くですね。30小節ぐらいあってですね。一部分を削除したいとかいうような時ですね。僕が見たほとんどの人はまあ、マニュアルとか見ないですからですね。こうやってカチンと押して、そしてシフトを押せば。 複数選択ができるんですもちろん飛ばして選択をすることもできるんですがよくある Windows や Mac のソフトにあるようにここを押しといて Shift を押してここを押せばこれ全部選択されたら便利なんですけれども Studio One はそういう仕様になっていませんこれを選ぶというのがなかなか大変なんですけれどもこれは方法論がありまして 上のところには小説と白のメジャーがあるんですけれどもここからはドラッグができないですので例えばこんな風になっている時はうまくいくんですこのようにマーカーのトラックがもう一つ出てた時にですねここからこんな風に選択をすれば連続した複数選択ができるようになっています例えばここから3つとかですね こういう風な選択ができるんですがこれが出ていないとですねそういう風にはいかない今度はあんまり皆さんが使ってないツールにですね2番目のこの範囲選択というツールがあるんですねこれはキーボードの2番を押せばこのようにマウスでやらなくても選択ができるようになっていますはい 1234という風になっているわけですけど2番のこの道具を使えばいつでもですね範囲選択というのができるんですこうしましてこれでデリートをしたらこのように消えますこれだとですね小説の途中からでもできるんですはい途中からになってますよねこんなことが範囲選択ツールだったらこんな風にできまして 切ることもできるわけですここらのところを覚えておくと便利だと思いますので一つのチップスとして頭の隅に置いておいてください3つ目のお話をしたいと思います例えばここのコードトラックが全部なかったとしますそうしまして今このようにループがありますよねループがある時にこの コードトラックをダブルクリックしてしまうとこのようにループ間の部分が一つになったコードが入ってしまうんです。ですからこれはこうやって一小節分をループ作っておいてこうすればもちろん一小節になるしループのないところでやればこのように一小節ずつ入れれるんです。ではこのように ループがあるとしますねそしてここでダブルクリックしたらまたこの隙間に全部入ってしまいますこれって便利な時も不便な時もありますこの時は1個ずつ入れていくのはどうしたらいいでしょうかこれはコントロールキーを押しながらすると鉛筆モードになりましてこの時に今度はダブルクリックというよりワンクリックするとこのように入っていきます こうして一小節に一個のコードを入れたいときにはこのようにしてください。そのときに小節の半分より後ろでこれをやってしまうと後ろ側につきますので半分より前こういう風にして入れてください。もちろんあと変更するのはもう一度ダブルクリックをしてこのコードセレクターを選んでそしてこのように 入れてていいってくださいこれが今今日日ののつ目のお話です今日はまあ4つ目という話これはちょっとおまけとしてお話をしますけれどもスタジオワンの場合コードを引っ張ってくる時にこのようにするとコードを引っ張ってこれるんですけれどもこれを今よく見るとですね高さが G4 あたりに入っています。 これはなぜかと言いましたら、このコードのトラックのところをクリックしたときに、オクターブが6という数字になっているからです。この6より2つ引いたところ、そこがだいたいコードの中心になるんです。ですから、これを5にしておきます。そうしまして、一旦これを削除します。このようにして、 下に引っ張っ張てくるとはい今度は3の辺りこの辺周辺にコードが展開されるようになります今日はポイント4つだけ簡単ででも便利なチップスをお話しさせていただきましたうんそんなことは言われなくても知ってたよっていう方から「長く使ってるけど全くやったことなかったな」 知らなかったととといいうこともあると思います。今日はそんなことでスタジオ i o 1で覚えておけば便利な機能これをお話ししましたただしこのコードトラックに関することはスタジオ i o 1のプロフェッショナルこのバージョンでしかできませんのでお気をつけください今日はご視聴ありがとうございました村長でした